久保泰次のインテルディフェンダー、現地からボロカス評価に、得点やアシストはつかなかったが、存在感で目の前の相手に重圧をかけた。レアルソシエダの久保建英は9月20日、チャンピオンズリーグ CL のグループステージ第1節インテル戦で先発出場し、72分までプレーした。ソシエダは立ち上がりに先制し、追加点の好機もあったが決めきれず、終盤にラウタロ・マルティネスの同点弾を許して2ポイントを落としている。左足のシュートやロビン・ル・ノルマンの絶好機をクロスで演出するなどした久保だが、直接ゴールに絡むことはなかった。しかし、対峙したインテル左サイドのカルロス・アウグストに対するイタリアメディアの評価に存在感が伺える。ガゼタ・デロ・スポート氏は、カルロス・アウグストに9大点の6点をつけ、彼のサイドには久保がいたが、決して崩れることなく抑えたと評価。だが、積極性はなかったというのが本当のところと、久保がピッチに立っていた間は守備対応に追われたと指摘している。チーム全体と全く同じくソフトな立ち上がり。久保を見失う前と非常に、過剰に心配し、攻める任務もあることを忘れているかのようだったと伝えた。また、スポートメディアセットは、カルロス・アウグストに5点と辛口の評価をしている。インテルで先発デビューだったが、この夜で覚えておくべき喜ばしいことはそれだけだった。技術のある久保前に、全くサイドを駆け上がることなく、守備に引きこもらざるを得なかった。久保のマッチアップ大体最低評価。それだけ久保がすごいんだよね。インテルにもよくやってた。にしても点が入らないわ。勝てば大きかったのに、ソシエダの試練は続くね。久保が過労死しないように。次の試合も楽しみだわ。久保のデビューはきつすぎる。こちらは世界のフットボール2チャンネルです。あなたの持っているサッカー知識をぜひコメントにぶつけてコメント欄を盛り上げてほしいです。他にも面白い情報を最新で知りたい方は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。